おかげになるって夢があるんじゃなかったか。この二人怪我してるけど喧嘩でもしたの。喧嘩っ早いナルトのことだから。これが渦巻きだと九尾の力だ。これは忍者の戦いじゃない、まるで化け物同士じゃないか。そういやお前にはおかげになるって夢があるんじゃなかったか。俺を追い回す暇があったら修行でもしてりゃよかったのに。さくら、ちょっとこっち。あの二人怪我してるけど喧嘩でもしたの。喧嘩っ早いナルトのことだから想像はつくけど。ああ、いやいや別に何も、みんな仲いいですよね。加賀先生、俺たち。渦巻きナルト役の松岡晃大です。東京初日、無事、まあ誰一人、リハでも怪我なく、ここまでやってこれました。で大阪公演も大変ご好評いただいて、東京にまたこうやって作品を持ってくれることが非常に嬉しいので、とにかくまあ、緊張は正直しておりますが、何よりも自分が楽しんで、お客様に楽しんでいただければと思います。ぜひ足を運んでいただけたら幸いです。うちはサスケ役の佐藤隆一です。よろしくお願いします。大阪からスタートという、珍しい形での公演となりましたが、また、そこで経験したものを東京で活かせるという新しい形でもあるなと今思っているところでございます。今回再演といいますが、いろいろ舞台装置だったりですとか振り付け、それにアクションなんかも一新されましてですね、再演といえど、全く新しい形の中津市の調べをお見せできるのではないかと、そういうふうに思っております。よろしくお願いします。はい、内波伊達役のラッシンです。まあ、今回再演なんですけれども、前回よりもさらにパワーアップして、大阪公演挑めました。そして、今日から東京公演が始まりますけれども、本当に、前回まあ、初演をですねやって、今回まあ再演をやるまでに一つ自分ながら目標がありまして、それはずっとね松岡君、佐藤君って呼んでたんですけど、再演の時はもう晃大隆二ってずっと呼ぶって決めてたんで、もう稽古場入った瞬間からもう隆二のことは隆二、はい、ね、いつ晃大のことを晃大って呼ぼうかなと思ったんですけど、まあ一緒にご飯食べに行って、ね、はいはい、美味しいお酒を飲んだ時に改めて初めて晃大って呼ぶというか、まあいい感じで今回再演挑めてますので、本当に大阪、そして東京、そして、最終的に中国と挑んでいきたいと思いますので、またね晃大そして隆二の力を借りて、全キャスト全スタッフで力を合わせて頑張りますので、宣伝の方よろしくお願いします。
はい、春の桜役の伊藤優衣です。前回から2年経っていまして、みんなそれぞれいろんな現場を踏んで、いろ力をつけて今回みんな集結してすごくパワーアップした作品にまたなっていると思っていますので、ぜひ楽しみにしていてくれたら嬉しいです。はい、伊藤優衣役のテルマです。大阪公演無事に終わって本当に苦労していますし、劇場が変われば、作品もまた質が変わると思っていますので、それは劇場に来てくださったお客様の反応を見ながら、自分なりの全力を出しながら、自分が楽しんで全力でできるように一生懸命頑張りたいと思いますので、これからまた場所も変わって銀河劇場もありますし、中央公演もございますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。1幕と2幕で全く毛色が違うといいますか、1幕はナルトの自分のこう力のなさに、非力さにこう落胆するっていうストーリーで、2幕がそのサスケの復讐に向かっての あのストーリーになるので、そこのコントラストがまず面白いと思います。今回のサスケは喜怒哀楽の喜と楽が抜け落ちておりますので、度合いの精神でやっていきますので、見れば見るほどサスケがこう悲しくかわいそうになるといいますか、初演よりもさらに感情移入しやすいようなアプローチにしましたので、そういうところを見ていただければいいかなと思います。いや本当に高台の成長はすごいですよ。ナルトの成長と本当に同じぐらい、この2年ですごく成長してて、もうなんかすごく嬉しいです。うん、でやっぱりリュウジとの芝居はもう何だろう、安心してできるし、何だろうな、一回も実は前回の稽古場からこうしてみよう、ああしてみようっていう話してなく前回やったんですけど、今回もね、全然こうしてみようかああしてみようかなんて一切しないまんま本番開けたんですけど、でもなんかそれがなんかちゃんとつながりがあるので、感情だったり、まあ、関係性っていうものがやっぱり2年経ってこんだけ関係性が深まると、これだけ変わるんだなって、そしてそれぞれ役者さんがみんなこの2年で変わってるので、それが今日皆さんにも目に届くと思いますので、本当に本当にこの作品とともに成長してるんだなと。